高岡十造は日本のオーブン組半行。現和井工房社長、同相談役。1921年東京に生まれる。彼の父は伝統的な和とジボンの職人だった。お金には無頓着で昔の職人の多くがそうであったように、いつも生活は苦しかった。子供の教育にも全く関心がなく、高岡が小学校を卒業すると、 父は彼を印刷会社にデッチ暴行に行かせた。印刷会社では会社の先輩たちからひどい扱いを受けることが多く、やりたくない仕事を押し付けられたりした。二社目に勤めた印刷会社ではオーブン活字の整理を命じられた。先輩たちはオーブンを読むことができず、オーブン活字をケースに戻す自害死の作業は煩わしいものだったからである。この時、 高岡は初めてオーブン活字と出会う。高岡もオーブンを読むことはできなかったが、この作業は彼にとっては不幸中の幸いであった。日本語は何百何千文字も必要とするのに対し、オーブンは基本的に二十六文字で済むことにすぐに気づいたからである。やがて彼はオーブンに強く惹かれるようになっていった。そして一冊の雑誌の小さな記事が、 彼の人生を変えることになる。著者は井上義光。井上は日本のアマチュアプリンターで、上水工房の名称は井上の名前から付けられた。日本優先の社員として5年間ロンドンに駐在し、その間に活字収集と本場のタイポグラフィを吸収した人物で、在英中、印刷雑誌1937年1月号に田舎臭い日本のオーブン印刷を発表し、 日本のオーブン印刷のレベルの低さを指摘した。このことが契機となり、帰国した井上の話を聞くために、1940年2月17日、第1回オーブン印刷研究会が開催された。記事を読んでいた高岡は、最年少でこの会に参加し、井上和義と出会う。その後、高岡は井上に弟子入りを志願。当初は何度も断られたが、 君子夫人の取りなしもあり、この年に弟子入りを認められた。高岡がタイポグラフィの話が聞けると思い、期待して井上の元に通い始めると、四重ロンドンの街や人の様子の話を聞かされて、それが数回続いた。そろそろタイポグラフィの手ほどきを、と恐る恐る高岡が切り出すと、井上は教えているじゃないか。君がオーブン活字を使って吸ったものが、 どういう人の手に渡るのかを教えているのだ。渡る先の人のことを知らないで印刷物を吸ってどうするのだと叱られたという。この一言が高岡の後の仕事やタイポグラフィ教育の原点となった。井上は高岡を社交的な礼儀作法を身につけた本物のタイポグラファーになるよう段階的にゆっくりと教育していった。この頃、高岡は 時間が取れるとわずかなお金を手に、当時、東京で最も有名だった書店のマルゼンに行っていた。明らかに彼は、マルゼンの乗客には見えなかったが、マルゼンの係長は、この貧しく赤い新米の印刷屋の熱意が、本物であることに気がついた。高岡に感心した、この係長は、高岡のために、オーブンタイポグラフィーに関する本を取り置いてくれるように、 なり、その一部を支払ってくれたりもした。太平洋戦争が勃発した1941年、井上と高岡は、対外宣伝雑誌、フロントの制作のため、陸軍参謀本部直属の出版社である、東方社から協力を求められた。アメリカの雑誌、ライフに明らかに影響を受けた、フロントは、その高度なデザインで評判であった。制作チームは、 日本の優れた才能を持つ人々から結成され、メンバーであった原博氏、木村伊兵衛は戦後日本を代表するデザイナー、写真家となった。原宿の自宅にあった井上のみず工房には、在営時に集めた多くの大分割字書体があったが、繊細で全て消失する。戦後、高岡は細川活版所で働いていたが、井上からの依頼で工房を再建することになり、 細川活版商を退社。井上の出資を受けて、1948年、神田谷町に、か水工房を復活させる。仕事が多忙となった井上は、工房の実務から離れ、高岡が中心となり、それまでのプライベートプレスから、営利目的の印刷工房として活動していくことになる。この頃、井上の知人たちからの援助のほか、GHQ から、 多くの注文を受けたこともあり、高岡の仕事はとても順調だった。1956年、井上和義が死去。高岡が工房を引き継ぎ、有限会社か水工房を設立する。高岡の評判は当時から高く、1964年には東京オリンピックの賞状の指名部分の印刷を担当する。井上の指導が受けられなくなったため、高岡は 自分のオーブンタイポグラフィがどの程度のレベルなのか確信が持てなくなっていた。彼はその時点でまだ一度も英国やヨーロッパを訪れたことがなかった。そこでタイポグラフィの最新事情に遅れないようにするため、そして日本における独自の存在感を保つため、1965年にブリティッシュプリンティングソサイティに入会した。彼が制作した初対見本帳は、 会のメンバーたちに強烈な印象を与えた。中でもキットキャットプレスのケネス・ハードエーカー、クアルトプレスのジョニー・イーソン、そしてポール・ピーター・ピーチとは生涯を通しての友人になった。アルス・タイポグラフィカに掲載の作品アメリカン・アンシャル隊で組んだ名詞1970年、高岡は活版印刷物の新作、アルス・タイポグラフィカと、 アメリカンアンシャル隊で組んだ自分の名刺を持って初めての海外旅行をし、ロンドンで b p s のメンバーたちと会うことができた。その後、活字書体のプティマを購入するためにフランクフルトのステンペル活字鋳造所も訪問した。旅行を終えて自宅に戻ると一通の手紙が届いていた。それは当時、 ステンペル活字鋳造所の書体デザイナーでディレクターであったヘルマン・ザップからのものだった。そこには高岡の印刷物に非常に感銘を受けたこと、高岡がドイツにまた来ることがあればぜひ会いたいということが書かれていた。1972年、世界最大の印刷機材店ドルッパを見学するために高岡と河野栄一は日本の印刷業者らと共にヨーロッパを旅した。 そして、ついに高岡は、フランクフルトで、ザップと、初めて対面する。二人は、その後、お互いの自宅を訪問し合うなど、生涯の友人として長い交流が続いた。その頃から、高岡は、頻繁に、イギリスをはじめ、ヨーロッパ諸国を訪れるようになり、活字会社を訪ねて、活字を購入したり、海外の書体デザイナーやタイポグラファー、活版印刷家たちと、 盛んに交流したりするようになった。ロンドンでの高岡ロンドンタイプアーカイブ創設者のスーザン・ショーやセントブライド印刷図書館元館長のジェームズ・モーズリー、ケンブリッジにある石堀工房、デビッド・キンダスリー工房とも長い交流がある。1975年と1984年の二度に、渡って BPS より海外賞を受賞。九百九十年、 BPS より、1989年度、プリンター・オブ・ザ・イヤーを受賞。1995年、高岡の息子である正サが、工房の社長に就任し、高岡は、相談役となる。この年、英国王立芸術協会から、終身フェローの称号を与えられる。1998年から2002年まで、印刷博物館の印刷工房、印刷の家のアドバイザーを務める。 1960年代中頃から80年代にかけて、上津工房にはタイポグラフィ好きの人々が集まるようになる。金曜、サロンと称したその勉強会で何人ものデザイナーやアマチュアプリンターが高岡から教えを受けた。エドワード・ジョンストンのロンドン地下鉄書体の改め国やメール用の書体デザインなどで知られる河野栄一は上津工房で、 高岡から直接教えを受けた人で長く指定関係が続いている。オーブン初代デザイナーでモノタイプ社のタイプディレクターの小林明とも1990年代からの長い交流がある。両氏とも高岡と何度もイギリスやヨーロッパにあるタイポグラフィに関わる場所を訪れている。2013年高岡のこれまでの活版印刷物を集めた。 高岡重造活版収作集が出版される。同年に放映し、オーブンタイポグラフィの最高峰のメンバーで構成される、ダブルクラウンクラブのディナーに、河野のゲストとして招待される。2014年、マトリックス、A レビュー4プリンターズビブリアファイルズ32号に、河野の文章によって、高岡の長年の活版印刷の仕事が紹介される。この記事では、 マトリックスを発行しているウィッティントンプレスのジョン・ランドルが次のような序文を寄せている。日本で出版された高岡十造活版修作集は美しい出礼の八つ折り版の大型本である。この本で紹介されている修作の奥深さ、そして使用活字の豊かさは教端の一語に尽きる。一体この人物は 1930年代から、どのようにして、欧州の活字中蔵書の手法を収集し、それを見事に使いこなして、まるで、欧州の一流タイポグラファーの手によるかのような、作品を生み出してきたのだろうか。高岡氏の所蔵する活字の一覧を眺めれば、まさに活字書体の精鋭が勢揃いしたかのようである。中略高岡氏はごくわずかな英語の知識だけで、これらをすべて成し遂げたのである。 その意欲は今も衰えを見せず、日本の更新のタイポグラファーたちに刺激を与え続けている。近年は活版印刷の実務から離れているため、国内外の知人や取材者にはシレッケを込めて、I left my composing stick for a walking stick と語っている。2017年9月15日、老衰のため96歳で死去。営利目的の仕事とは別に、 活版印刷の個人の修作集を制作している。特に1970年代の修作集は海外で高く評価され、高岡のタイポグラフィの技術や見識の高さを示すものとなっている。高岡十造は教育者としても大学や専門学校の教壇に立ち、活版印刷の実習を通してタイポグラフィの指導にも努めてきた。ありがとうございます。